ダラダーマーリーガワ寺院、マターブツ・ハデラは仏教聖地であるスリランカ中部州キャンディに位置する寺。釈迦の剣士が収められている。大涅槃行によれば、仏陀の死後、葉は遺骨と同様に、インド各地に分割された。年代記のチューラワンサの記載によれば、スリランカにはスリーメーガワンナ王の治世第9年に、カリンガ国からブラーマンの女性が、 右の剣士を持ってきたとされ、アヌラーダプラのダンマ着火に収められて祀られ、王剣の権威を保障する証となったという。当時の様相は、北剣の仏国記に描かれている。これ以後、王都が移動する旅ごとに仏師も移動して、現在はキャンディの仏師寺に収められている。仏師は仏陀の聖遺物の仏舎利として崇拝されるとともに、強い力を持つ者として、 神のように祀られた。ダータワンサによれば、左の糸切り場がカリンガの王女、ヘイママーラによってもたらされたと記されている。スリランカでは、シュが王権の正当性の証とされ、当初はアヌラーダプラ、次はポロンナルワと王都が移動するとともに、シュも移動し、シュの安置所で祀られてきた。現在は、最後のウダラタ王国の旧王都のキャンディに安置されている。 言語の周りが和とは、宮殿の意味で、仏教寺院というよりも、仏師を神のように考えて祀る神殿の雰囲気である。ただし、運営は、キャンディの仏教寺院であるマルワッタと、アスギリアが協力して行っている。毎年、新原歴のエサラ月には、満月の日を最終日で頂点とする3週間にわたる、キャンディエサラペラヘラ祭りが開催される。行列が、主体の祭りで、 7日ずつ、デーワーレ・ペラヘラ、クンバール・ペラヘラ、ランドーリ・ペラヘラに分かれて、巡行の範囲が次第に広がっていく。クンバール・ペラヘラ以降は、物資を乗せた像を先頭にして、旧王国を守護する神々のご神体を乗せた像が、キャンディの市内を行列して巡行する。かつての王国の権威を再現して象徴的な、支配秩序を再確認するだけでなく、仏場は雨をもたらすとされ、 新たな農耕期の始まりにあたっての豊作祈願という農耕儀礼の様相を持つ。ただし、仏師が行列の先頭に立つようになったのは1775年以後のことであり、ペラヘラに仏教的意味を与えようとする国王の意図をもって導入された。1948年以後は、新原人の仏教との祭りという意識が高まってきている。 在家総代のディアワダナニラメは名誉ある職とされ有力政治家が担当してきた。1982年、ブッシとオン QO とはユネスコの世界遺産に聖地キャンディとして登録された。ありがとうございます。